天狗岳は長野県千野市にある八ヶ岳連峰の山である。八ヶ岳連峰は夏沢峠を境に南側を南八ヶ岳、北側を北八ヶ岳と呼ぶが天狗岳はこの北八ヶ岳の最高峰である。山頂部は300メートルほどの間隔を置いて東西に分かれ西天狗岳と東天狗岳と称する。 東天狗岳の標高は2640メートルで、西天狗岳の標高は2645.8メートルで2つのピークが存在し東天狗岳の山頂を八ヶ岳の主従走路が通っている。北八ヶ岳は、なだらかな山陽と深い信用樹林、点在する湖などに特徴があるが、天狗岳はその中にあって唯一、南八ヶ岳に近い険しい山陽をしている。 日本二百名山の一つ。西側は奥立市の温泉郷の渋野湯から、及び唐沢高線から、東側は稲子湯から、本沢温泉を経由する登山道がある。また、八ヶ岳の主従走路が東天狗岳の山頂を通っている。渋野湯からの登山道が主従走路と合流する地点である、中山峠のすぐ西にある黒百合平に、黒百合ヒュッテがある。 この黒百合平から山頂までは2本の登山道があるが、その西側の登山道を通ると、天狗の奥庭と呼ばれる一帯を通過する。奇形の岩と竹の低い針葉樹、小さな池を排した天然の庭園のような一帯である。ありがとうございます。